アティバ・ハッチンソンは、カナダ・オンタリオ州、ブランプトン出身のカナダ代表のサッカー選手。ベーシクタシ JK 所属。CH だけではなく、SH や FW としてもプレーし、PSV では、右 SB、代表では、右 SB に加え CB でもプレー経験がある。ハッチンソンは、デンマークでプレーしている頃に、カナダ人選手として、初めて、 デンマークスーペルリーが最優秀選手賞を受賞。また、同シーズンに、キャリア初のカナダ人最優秀選手賞にも選ばれた。ハッチンソンは、トリニダードとバゴ人の両親の下で、オンタリオ州ブランプトンに生まれ、2002年夏に、カナダサッカーリーグのヨークレギオンシューターズで、プロキャリアを開始すると、シーズン途中の7月26日に、ユナイテッドサッカーリーグのトロントリンクスへ移籍し、 最終節の4試合前から出場した。2003年に1月、アルスベンスカンへ新たに昇格したエステルスイフと契約を結び、6ゴールを記録。シーズン終了後にクラブが降格したため、2004年に1月に、推定遺跡金132万ユーロでヘルシンボリ、イフへ加入した。1年目は降格の危機もあったが、ハッチンソン自身の評価は悪くなく、シーズン終了後には、 バーミンガムシティ FC から関心を寄せられた。2年目は、守備的中盤の1ながら6ゴールを決め、チームの中でも重要な選手の一人だった。2006年に FC コペンハーゲンへ加入すると、1年目と2年目の上半期まで、セントラルミッドフィールダーとして、スウェーデン代表のトビアスリンデロートとコンビを組み、下半期になると、サイドや FW としてもプレーした。 攻撃的なポジションで起用したことについて、ストーレ・ソルバッケン監督は、中央でプレーするハッチンソンの中に攻撃的な才能を見出し、これからはより多くサイドでプレーさせていくと、サッカー専門誌のティップスブリードットに語った。この活躍から、プレミアリーグへの移籍の噂が数回あった。2010年11月15日、デンマークサッカー協会が主催し、 フランツ・ベッケンバウアーがプレゼンターを務めるデンマークリーグ最優秀選手にカナダ人選手として初めて受賞しチームの最優秀選手にも選ばれた。2010年4月22日、ハッチンソンはエールディビジの競合 PSV アイントホーフェ編に遺跡金フリーの3年契約で加入。8月14日のでフラーフス・ハップ戦で初出場し6から0で勝利すると 4日後の UEFA ヨーロッパリーグ2010から11プレーオフ第1戦で欧州戦デビューをするも隠したとみられる FC シビル、ノボシビルスク相手に0の1でまさかの敗北を起死した。しかし第2戦は5から0と圧勝し本大会進出を決めた。2011年1月23日のアウェー BBB フェンドー戦で46分に席後初ゴールを決め、 3から0の勝利に貢献した。一席当初から右 SB としてプレーしていたが、シーズン半ばにイブラヒム・アフェレイが FC バルセロナへ移籍すると、以降は本職のセントラルミッドフィールダーとして起用され、3月5日にアウェーで3から2と勝利した SBV エクセルシオール戦で2ゴール目を記録。ヨーロッパリーグ準々決勝進出に貢献したが、4月中旬に行われた SL ベンフィカ戦で2試合合計3から6で敗れ、敗退した。2011年末に行われた2011、コンカカーフゴールドカップの試合で膝を負傷したことにより、2011から12シーズン序盤を欠場することを余儀なくされた。シーズン開始から2試合を欠場した後、8月21日にアウェーで3から0と勝利したアドデンハーグ戦で、 ザカリア・アラビアドに代わり後半から出場し復帰するも、数週間後に行われた2014フィーファワールドカップ、北、中米カリブ海予選のセントルシア戦で反対側の膝を負傷、18ヶ月の間で3度目の手術を受けることになった。復帰後は、ジョルジニオ・ワイナルドゥム、ケビン・ストロートマンの存在、さらに2012から13シーズンから、マルク・ハン・ボメルが復帰したことにより、 加入当初と同様に右 SB で起用されている。2012年5月、レギュラーとして KNVB カップのタイトル獲得に貢献したことから4月度の月間最優秀選手に選ばれた。2012年8月26日のアウェー FC フロー人間戦で38分にドリース、メルテンスのスルーパスからシーズン最初のゴールを決め、3から1の勝利に貢献した。 2010年4月9日、BMO フィールドで行われた、ペルー戦でプレーする、ハッチンソンユース時代に 2001FIFA ワールドユース選手権と 2003FIFA ワールドユース選手権に出場。2003年1月のアメリカとの親善試合で A 代表デビュー。2006年から3度の FIFA ワールドカップ予選に出場し、コンカカーフゴールドカップには2003年から5度出場した。 2007年6月21日、2007コンカカーフ、ゴールドカップ準決勝のアメリカ戦で1の2と1点のビファインドを追いかけている中、ロスタイムも残りわずかのところで、同点ゴールを決めるもオフサイドを取られ、この判定は論争を呼んだ。2010年10月8日に行われた、ウクライナ戦のパフォーマンスが評価され、fifa.com から、プレイヤーオブザ・デイに選ばれた。 これを含めた代表での活躍や競合 PSV への移籍、カナダ人選手として初めてデンマークスーペルリーが最優秀選手賞を受賞したことが評価され、12月17日にカナダサッカー協会が主催するカナダ人最優秀選手賞に初めて選ばれた。過去3度受賞しているドーエインデ、同演でロサリオを2位、2009年に受賞したシメオン・ジャクソンを3位に抑え、 31.4%の票を集めた。中心選手として2011婚家カーフ、ゴールドカップ進出に貢献し、グループリーグ初戦の0から2で敗れたアメリカ戦に出場。この試合で膝を負傷した子により、残り全試合の欠場を余儀なくされた。ありがとうございます。